それでは表彰式に移ります。自分君進行をお願いいたします。それでは、入賞されました皆様、ご登壇いただきますようよろしくお願いいたします。それでは、表彰式を始めます。まず平均歩数部門優勝は、糸田町でございます。森下博樹町長、前へお進みください。表彰状、平均歩数部門優勝、糸田町さん。今日は福岡健康ポイントアプリ第1回市町村対抗ウォーキングラリーにおいて当初の優秀な成績を収められました。福岡健康づくり県民運動の推進に寄与されたその功績は誠に顕著であり他の模範であります。よってここに表彰します。令和3年11月26日、福岡健康づくり県民会会長、服部誠太郎。続きまして登録者数部門の優勝は、河原町でございます。鶴ヶ茂勝町長様、前の方へお進みください。表彰状、登録者数部門優勝、河原町様。木町は福岡健康ポイントアプリ第1回市町村対抗ウォーキングラリーにおいて当初の優秀な成績を収められました。福岡健康づくり県民運動の推進に寄与されたその功績は誠に顕著であり他の模範であります。よってここに表彰します。令和3年11月26日、福岡健康づくり県民会会長、服部誠太郎。ありがとうございます。以上で表彰式を終わります。皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。